はようございます。プレイステーション2版絶対説明都市パート2、いや3か、第3回目やね。お、ウエストポーチ、ウエストポーチを取ると、あ、なんか増えてる、ラッキー。この詰めるよね。で、どうすんの、これなんかもしかしてあるんちゃう、ないか、何もなさそうね。どっちかな、あ、ここにもなんかおってる、ガスボンベ、ガスボンベとライター、はー、あ、こんなとこにみんなおるね。こんなとこにいたら、あ、濡れる、寒いよ。はい、藤宮さん、何か考え事してるのかい、何か考え事してるのかい。私、正直今この町から出ていいのか迷って、あの人を置いてこのまま逃げていいのかって。ああ、あの人って椿ケアセンターにいる義理のお母さんだ。心配だから一緒にケアセンターに行ってあげるよ。ありがとう。でも私わからないんです、何か、あの人にはひどいことをしちゃったから会っていいのかどうか。ああ、一体どんなことをしたの。ワンピースがない、ワンピースがない。何を騒いでいる。お母さんの形見のワンピースがないのよ。え、あのワンピースがそんなに大事なものだったなんて。ごめんなさい、はるかちゃん。あんたが捨てたのね。返して。お母さんのワンピースを返してよ。痛い。はるか。心が。仕方ないじゃないか。悪気があってやったことじゃないんだから。いやよ。私許さないから。許さないから。気持ちわからんでもないけどな。今にして思うと大人でない。そう思うんですけど、中学生の頃の話なら仕方がないよ。そうですか。おーい、ヘリが来たぞ。お、みんな、だがワイパーなんてことだ。マジか、マジか。え、今のは料理長の声じゃ。え、確かに料理長。その前にちょっと戻ろう。なんかあったと思う。結構歩くな。いや、いや、あー、いや、さっき、まあ、そこまで大切なのダイヤロン拾えてへん。まあ、料理長大丈夫かな、大丈夫そうじゃないかな。どうも、料理長、これは料理長じゃない、ないぞ。近っ。どういうこと？料理長どこ行った？落ちそう。あ、ここがびっくりした。そっちか。助けてくれ。もう。料理長。え、嘘やろ。
料理長とあの青年も落ちたぞ。料理長、え、救助のヘリがめちゃくちゃだ。もうダメだ、ヘリも二人も絶望的だな。ああ、ゲオバだね。どうなっちゃうんだ。東インターの方ならまだ救助ヘリが来るはずだ、うん、じゃあすぐにそっち。待ってください、私の彼がまだ下にいるんです。私の彼、何を言ってるんだ。おい、その子をバスに乗せろ。クズクズしないで来るん。いや、さあ行くぞ。私の彼、俺、それとも料理長。料理長かもしれない。なんか料理長な感じすんな。いやー、その展開ちょっとやめてほしいけどな。大丈夫、料理長。料理長、料理長、すまんな。野菜、お前まで巻き込んでしまって。しっかりしてください、料理長。しっかりしてください、料理長。俺のことはいい、早く行け。え、いいの。こんなことなら、もっと息子の相手をしてやるんだったよ、うん、え、亡くなった。マジか。え、登った。もうバスは東インターチェンジか。え、多分帽子取っといたら、まあ、落ちたのは落ちたけど帽子も手に入ったんかもしれんね。移動してるなぁ。陥没事故か。災害2日目11時7分柿沼サービスエリア付近。あれ、ここもなんか、あー、ほう、ほう、なんかあるぞ。違うか、気のせいでした。なんかあると思ったよ。あ、なんかあった。あったな。あんなとこ普通気づかへんな。あ、アマガッポ壊れた。壊れるんや。もしかしてこっちからは行かん方がいい感じかな。あ、失敗した。
あ、ここから飛び抜けるんやね。よかった。なんやろ。コンパスか。使い捨て回路か。体が冷えてきてるな、多分。ちょっと歩くのも疲れてきてる。どうやろう。ちょっと温まってくれてると思う。はいはい、ダッシュ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 。お？カイロ。こっちなんかありそうやな。やっぱりなんかあるぞ。ないわ。ないわ。あ、はあ、さて、それに乗ってどこに行くかいまいちわからないから、たぶんこれこっちに行くんか。こっちに行ってどこ行くの。あ、いや、違う。先にこっちか。はぁ、あ。このジェットスキーは別にまだ乗らんでもいい感じやろね。お、おじさん何しはんのやろ。ゴミを探してはるんかよ、なんか。あぁ。ああ、なるほど。サンタボ。ガスボンベ。カップスープ。うん、これぐらいでいいかな。ありがとう。中か。電話もできそう。これ、もしもし。やろうな。シャッター開閉装置。あれ捨てたけど。ジェットスキーコンパス。から入るのか。黒のサングラス。ちょっとイメージチェンジもして、ね、はい。サンタ帽って今かぶれ、あー預けてしまったんか。あーなるほど。マニアックな子。イヤーウォーマー。あー、
っと温まる。ここから出て、ああここに出られるのか。こっちは？何やろ？使い捨て回路。ガスボンベかなんかかな。栄養ドリンク。何もないな。こう入ってこっちか。取得する、まあ履くのはいいかな。田辺知事は水害対策のため市内各地を移動中でした。バールバールか。バールだ。なんかやばい感じの雰囲気出たな今。はあ、いらんなら捨てましょう。拡声器、ああここで道を通したんだね。ちょっと待った、そうさが、むずい。なんかあるぞ。ちょっと待って。どうしようやねん。こっちこれでいいか。あ、やっぱ乗らなあかんか。もう止まったらあかんのね、多分ね。帰るかな。帰るで命を落としてしまったわけか。はいはいはい。じゃあさっきの場所に戻りましょうか。は？あれ、ない？ないぞ。あ、あんなとこにあった。あっちか。もう死んでしまったから、最寄りのとこに置いてくれてるんや。はいはい。罰か。
盛んなの。あ、そういうこと。はいはいはい。やばい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 。やばい。あーやばい。いけるいけるいけるいけたいけた。ああ。おー、あぶな。よく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 。壊れたってことだな、これは。足、自分の足で歩いていってくださいでしょ。かわいい、ちょっと。やばいな、ほとんど沈んでる、沈んでるっちゅうか、沈んでるわけではないんか。あ、でも沈んでるな。水害が起きてるっていう表示なんかな。もう疲れてるな、足の動かし具合、足取りが重い、足取りが重いね。なんかスーパー、百貨店、うわぁ、なんかでかいのあんな。1990? なる。今回に限っては、普段は、映画館であればいいなっていうのを言ってるけど、今回に限っては映画館でないことを望む。スーパーマーケット、食料品売り場がある。OK、売り場があることを切に願って。うん、雨傘。あ、傘さそうか。傘があるとだいぶ違うやろ。え？びっくりした、これね。開いてんのかな。お？なんか待ってはる？娘が大変なの。助けようとしてくれたお嬢さんまで、はあ、お願い。はいはいはい。ああ、あんなとこに。はいはいはい。待って、前こっち先行こうか。なんかあるぞ。ランドセル。ランドセル。キャパ増えた、減ってんちゃう？ちょっと待って。うん、やっぱりな。もらっとこっか。どうやって助けるかな。こっからではないな、こっちか。
はいはいはい。どうしたの？助けられたのか？いや、うん、大丈夫、わかりました。助けましょう。目の前で困ってる女性がいたら、まず助けます。どうやって助けたらいいかな？はいはい、これでいいの？おい！頑張れ。くっ！無事だったんですね、エリカちゃんを。この子、お願いします。クジミヤさん、さあ、クジミヤさんも。うっそー、うっそー。あ、止まって。エリカ、はあ、とりあえずこのお嬢さんをお返しします。私はクジミヤさんを助けに来ます。よかった。もう大丈夫よ。ありがとうございました。はい。でも、あのお嬢さんが。そうだよね。これから助けに行くと思います。こっちからかな。あ、分かってるで。分かった。お、何もない。ちょセット、おー、ありがとう。セットあると助かる。ドライに一つ使ってしまったからね。ちょっと待って、あー、やばいな。これは多分分からへんけどやばい。違う、こっちかな。怖いな、これ。あ、ここか。おほほほ、おほほほ、なんかある。あれ取っとこか。長靴、あ、こっちの方がいいかもしれんね、長靴。ちょうどいいとこに火がある。もうちょっと危なかった。あー、危ない危ない。これで温まってまた全開やね。全開してそっから助けに行くエリカちゃんを、エリカちゃんちゃうわ、エリカちゃんを助けてな。え？え？あれ？どこや？こっちか。こっちから流されていったから、こっちか。何これ？え？え？
何やったんやで、電線かなんかやったんかな。せんーどこ、え、じゃあ藤沢さんはどこかしら。嘘やんね。え、あれ乗れんのかな。もしかして正しくやれば乗れたのかもしれない。これ何？あ、っていうか、違った。どうやったら助けてあげられんの？これはまさかこっち側にルートがあるとか。あ、でもなんかありそうやな。あれ、あー、あった、ルート。え、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 大丈夫？模写崩れか。あ、今まで傘壊れた？確か。もうしゃあないな。ネクスト傘があるから、ネクストアンブレラがあるからね。雨傘。ちょっとこれは、成人男性が使うっていうような傘なので、大丈夫？あんま大丈夫なさそうな。栄養ドリンク頑張れ。痛かったやろうけど頑張ってくれ。ヘルメットエンジボーヘルメットじゃない。あ、なんかあるぞあそこ。あー、これ登れる？これ越えられへんな。もういっか。これはもう取れないっていうのかな。あ、いけたいけた。なんかわからへんけど、もしかしたらいいアイテムかもしれへんからね。カップスープ、カップスープか。まあ、悪かないよね。いや、ここはなんかわからへんけど、まだまだというか、あれはなんかどっか通じてるんかな、もしかしたら。これ絶対危ないな。え、なんか落ちてる。回路か。これはどっから行ってる？はあ、え？え？おい！どうか。ドアは開かない。どっか上登れる？え？
こっから、これ開く？開かんよね。そうやね。マジか。開いてんのか。ドアは開かない。どうしたらいいの？マジでマジでどうしたの？はあ。上にあるな。上に向けられそうなところがある。ない。違った。じゃないの？ここじゃないんやろか。はあ。あ、これ、あ、これさっきのとこか。あれ、さっき、いやあったっけ。ちょっと、もしもし。あ、これか。これか、あ、そういうことか。待って、その前にあったまろう。そうか。ここか、こういうルートで行くの、行くもんなんやったらね。はいはいはい。あー、なるほど。すっきりやね。あれ？ガールは？ガール置いてきたのか。
リトルガールね。しっこいったら危ないからね、確かに。あ、これを押してほしい。いっぱいあるのかな。あ、ありがとう。センキュー。おー、いいねー。なんか上の屋根っていうか、なんて思ったよりでかいな。で、あー、この上は何だっけ。雨雲コンパス。そっか、このゲームがずっと雨やもんね。晴れってないのありえへんもんね。このゲームやってる間は、まあ晴れたらもう雨の量もね、水の量もある程度下がってくる。よし、無理に立つやろうかな。え、自分で歩いてる。え、あれ回しすくんでしまってんのかな。助けに来ました。え、さあ、行こう。はぁ、あ、はぁ、あ、嘘やろ。マジか。今のありか。まあまあありやからあったんやろけどね。どうしたの。ちーん、こっちか。あ、足怪我してるの、もしかして。そういうことか。足動いてへんもんね。大丈夫かな。イルミネーションはいっぱいあるけど、どうする。ちょっと降りるか。降りる方がいい。だったらだったらだったら、やばいやばい、やばいちゃう。やばい、早く早く。あ、間違えた、俺罰をした。ああ、あ、これ降りしました。あああは
うかな。ちゃうかな。左っぽいな。違った。止まるなっすねー。ビビるなー。ビビらせっすねー。はい、間に合わない、間に合わない、間に合わない、間に合ったー。間に合ってない。何これ、どういうこと、どういうこと、どういうこと。さあさあさあ、行けるでしょうか、行けるでしょうか、間に合うんでしょうか。急いで割り出しされて、割り出しされて、これ動かんかったら落ちないっていうね。落ちたー、落ちたー。どうしよう、これは。で、今気づいたことなんだけど、これ R 位置をしたら少し上にフッて上がれるんだ。ほい、これ捕まってんのかな。ほいほい、違うか。大丈夫、助かった。ここじゃあぶない。はい、無事に4回ぐらい失敗した。いや、まあ、じゃあオフになってたんですけど、5回ぐらいかな、失敗してるんで。まあ、ひどい、このゲーム、実際何しようかもしれないしなきゃいけない。いいことだ。疲れたっしょ。どうして泣いてるの？無事で本当に良かった。お姉ちゃん。あ、いい人。後ろに人がいる。お二人とも無事みたいですね。あれ、ヘリコプター降りてる。本当にありがとうございました。あなたたちがいなかったらエリカは今頃。さあ、救助隊の人たちが待っているわ。一緒に逃げましょう。じゃあ、行こうか。あの、ちょっと待ってください。私、やっぱり椿ケアセンターに行きます。ああ、行くしかないよな。僕も一緒に行くよ。本当で、ああ、君と一緒にケアセンターに行くよ。 ありがとうございます。実は、一人だと心細かったんです。お姉ちゃんたち、いっちゃん。ごめんね、エリカちゃん。うん。本当にありがとうございます。さあ、行きましょう。まあ、車内で行きましょう。この19って、19ってのは何やって90って何のお店なの。後ろに英語の看板がついてる。ちょっと怖くて、なかなか、このバツのところは何？もう浸水してるってこと？陥没か。ああ。
ペア2日目の18時43分アンジェリーの瞬間、アンジェリーの どうしました、ね、どうしたの、あの、よかったらでいいんですけど、トイレ、あ、違うか、はるかって呼んでくれませんか、はるか、あ、モリモリしてる、じゃあ僕も名前で呼んでくれ、うん、そうね、はい、3、うん、これはまあ誰で、あ、はるか、大丈夫？大丈夫です。ちょっと疲れたら。おぶっていくか。ちょっと引いてあげてるのか。こっちかも。お、何やもの、何やもの。出てしまったからな、え、なんかあったぞ、ウエストポーチ、ウエストポーチを持ってた気すんの、一つ、あのハンドルを、あ、駅で拾ったハンドルを捨ててしまったから、まさか開けられへんのとかね、あー、そんな感じなんすね。ここら辺になると人の、な、人がいくらかポツンポツンとなっているから、これはもしかするとスイーツとか、一人連れが瓦礫の下敷きになっている、はあ、今のままじゃ危険だ、すまないが、瓦礫をどけるのを手伝ってくれない。はあ。ああ、どうしよう。それは大変だ。早く助けない。はるか、ごめん。ここで待ってて。わかりました。気をつけて、モリモリさん。よし。じゃあ、ついてきてくれ。マジ早、ああ、これちょっときついな、さあ、君はそっちを持ってくれ、ありがとうございます。あ、案外行けたな、助かりました、ありがとう、助かったよ、はい、はるかが心配なのでもう戻ります、彼女にもよろしく、さっき見た感じだとかなり疲れているようだ、うん、何か温かいものでも食べさせてあげたらいいと思う、じゃあ気を、うん、足は戻りやす、なんかあるぞ、ヘルメットか、おお、来た、今度こそヘルメットやね、しとく、大丈夫か、はるか、急いで戻ってあげたい、急いで戻らな、はるか、はるか、はるか、あれ、あれ、こんなとこやったっけ、あ、待ってたんだ、なんかちょっと違う気がするんだ、はるか、はるかがいない、はるかがいない、あれ、おい、あれ、はるかどこ行った、
はるか。でもはるかではないけどね。取得。まあ普通に考えればこの レストランファーストフード店レストランのようなところにいるんやろうかな、いるんやなやろうかなとは思うけど、そういうところ。投入。一つ使い捨て回路。ヘルメットも。これ以上投入できない。はあ、そうなんだ。なんか変な声聞こえるな。お。じゃあわけわからん服はもう捨てた方がいいな。あ、携帯コン。これでなんか美味しいの食べられるのかな。女性用かな、うん、あ、女性用やな。空調、うん、タイトスカート、何これ、何やろ。調理器具を持ってんもんね。あ、あった。あ、二人か。二人で食べよう。連れてきてあげて。残しとこう。一人で全部取ったら後で困りそうかもしれん。っていうのまた戻ってきたりしたら、あれ、はるかどこ行った。
違うよな。ハルコどこ行ってんの？え？ここ？今俺はどこにいるんや？壊れた歩道橋。あ、ここ俺がいるとこね。ファミレス、路上。いや、おらへんけど。あれ？あ、いる！いた！気づかなかったよ。怖っ。待たせてごめん。怖っ。ちょっと待って。ごめんなさい。温まるものでも食べよう。何か温まるものでも食べよう。ちょっと探してみ。すみません。一応、ゲットしてきたからな。これを食べたらいいんじゃない。え、あーこっちか。じゃ調理するあったな。そういう誰かと食べるみたいなあったからね。ここ、これね、食事を。あれ？あれ？え？一人？ん？あー、あ？ん？あ、渡してあげんのかな？どうやら渡してあげる感じやね。お客さん誰もいいな。一緒にです。あの、はい。私まだ少し迷っているんです。椿ケアセンターに行くこと。なんで黙って。私の話。ああ、うん、行きましょう。私、あの人にひどいことをしてしまったんで。はあ。あなたなんて嫌いよ。出てって。あなたが行かないなら私が出て行くわ。待ちなさい。待って、はるかちゃん。ああ。え、あの人はそれ以来歩けなくなってしまったの。マジか、そんな感じ。私のせいで車椅子にも乗れない体に。車椅子も乗れない。今危篤状態になっているのも動けなくて逃げられなかったからだわ。それで、あ、その人は体を壊されてからどうなったの。私はそんなことになったあの人を見ていて辛くてどうしていいかわからなかった。それで中学を卒業すると全寮制の高校に入ったの、うん、それ以来あの人にもお父さんにも会ってない。うん、その後、うん、あの人とお父さんは離婚したわ。え？だけどそれでもあの人を受け入れられない気持ちと罪の意識と。なるほどな。自分の気持ちの整理がつかないの。どうすればいいと思う？モリモリさん。とにかく、ね、会ってみようよ、うん、今の僕にはどうしたらいいのかわからないけど。そう思う？わかったわ。モリモリさん、仮眠を取ったら出発だ。とりあえず休んでおこう。はい。まだここ明るい、ちゃんと光じゃねえ、電気が通ってるんやね。冬、シーズンが変わってるやん。3日目か。シーズンが変わったってわけでもないんか。あー、
ツバキケアセンターここら辺にあるのかな、もしかすると。でもそんな感じの書いてあったもんね。ここら辺、はい、公園がある。なんか落ちてそうやな。あ、なんかある。直すの、あ、そうや、火に当たってる、火に当たってあるな。あ、おそらく次、あんなとこにはるかさん。とりあえずここで一旦暖を取りましょう。温まる。食事する二人。血を抜いて。セーフ。時間はいくらなんで、今日はこのくらい。ありがとうございました。おやすみなさい。